ダンスボーカルグループ、ダイスが、明日22日放送の日本テレビ系、ザ・世界仰天ニュース食べ物の危険スペシャル、6時から6時54分に出演する。番組カット、いい印象を引き出そうと努力する中井正宏。岩岡徹が、就職活動をしてサラリーマンになった、ことがある経歴を語るほか、平社員が勝手に集めた、 という異例のグループ結成秘話に小福亭鶴瓶と中井雅宏も仰天する。また、中井とのデビュー前のエピソードを告白。花村草太は10代の頃に、スマップさんの番組でアルバイト、押したことを明かすほか、工藤大樹もスマップの番組で、ゲストのバックダンサー、として出演した経験を語る。そこで中井が、二人から何とかして自分の良い印象のエピソードを聞き出そうと誘導。 掛け合いにスタジオが爆笑する。